ちょっとナビします。よいしょ。はぁ、あ、来ました。歯磨き終了です。おはようございます、金村美久です。今日はせっかくのお休みということで、私のお部屋を模様替えしていきたいと思います。このね、休みの日にせっかくだからやろうと思ってやります。それではやっほー。これが今の私の現状の部屋なんですけど、今日は、模様替えで4つやりたいことがあります。まず1つ目はこの今ここにある勉強机を一旦外に出して、ここの部分を開けます。で、2つ目はこの空いたスペースにカーペットみたいのを買ったので、そこに引いて、あとテーブルを置いて新たなリビングスペースにしたいと思います。それで3つ目はこっちの壁に私がこの間ポスターを2つ買ったので額にしまってここに飾ります。あとは4つ目はこのベッドの横っちょが多分これなくなると開くので、ここにサイドテーブルを置いて、よりかわいいかわいい部屋にしていきます。今の私のちょっとお部屋を紹介していきたいと思います。ということで、ちょっとこれすごいんですけど、くるってしますね。じゃん。はい、ということでこちらがベッド周りです。ちょっとね、今日の朝のルーティンのところでも出てきたんですけど、これはポストカードを貼ってます。ポストカードとか集めるの結構好きで、あとドライフラワーとかをこう貼って、なんかおしゃれみたいにしてます。これも可愛い。昨日買ったんですけど、これは小物入れとか、この勉強机ですね。今日はちょっとどけちゃうんですけど、自分たちのグッズのカレンダーとか、キュンの特典映像の時にこうさらっと少しね使ったアクセサリーボックスです。辞書がたくさんあって、あとお寿司の本とお寿司の絵本。今からこの子たちを外に出します。浮かせました。これでミッション1クリアです。このチェストもどけちゃいます。これ大変だ。久しぶりにどけたから埃がいらっしゃいますね。はい、綺麗です。じゃーん、楽。可愛い。ジャンベル持ってきます。こんにちは。今後も届けます。よいしょよいしょ。はい、ジャンベル、これでステップ2は完了です。ポスターを箱に入れます。今回買ったポスターはこういうピンクのやつ、ここシャネルさんの言葉って書いてあったよ。バラです。額を買ったので入れていきます。
やり方がね、全然わかんないです。やり方を見ながらやりますね。こっちじゃないよ、もしよ。ロック解除。ただただ壊しそう。あ、来た。合ってるこれ。ちょっと入れてみますね。ぴったりじゃん。最高じゃん。最高です。これは保護フィルムを。なんか、いやー、ちょっと、大型が出ています。とてもいいです。一個できました。でもう慣れた、多分。なんか工作してるみたい。工作めっちゃ大好きなんですよ、私。小学校の時は図画工作と音楽だけは頑張ってました。じゃーん、こんな感じです。いい感じ。最後にベッドの横のチェストを持っていきたいと思います。ちょっとゴミ箱完成しました。パチパチ。おここでこうくつろげるよっていう場所です。ということで、ちょっとビフォーとアフターを比べてみましょう。どうぞ。これ今日のために買いました。結構私の部屋、うさぎとかをぬいぐるみとかを多くしたいなって思ってて買いました。そしてこちら、じゃん、なんかお花の額。そしてまたまたうさちゃん2匹目です。模様が終わったって言ったら、お母さんがサラダ作ってたので、サラダもらいました。サラダ食べます。うん、特定映像でこんなに自ら全部は自分でやるのは初だったので、なんか日常って感じ。はい、お昼ご飯が終わりました。今から簡単な英検の勉強をしていきたいと思います。注意する。リラックス。今はリラックスです。くつろぐ。シート&リラックス。アライブ。出発するじゃない、逆だ。はい、ということで、今日は自分の部屋を模様替えしてみました。あとね、もうちょっとね、なんかこうしたいなっていうのが今日またちょっと出てきたので、より進化させられるお部屋にね、できるよう頑張りたいと思います。ということで、羽村美久でした。バイバーイ。